ハスベルゲンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のニーインブルク、ベーザー軍に属す、町村である。ハスベルゲンは、ベーザー川沿いにブレーメントハノーファーとのほぼ中間に、あたり、ビルデスハウザーゲースト自然公園とシュタインフーダー、メーア自然公園との間に位置する。この町は、ロールゼンを、本部所在地とするザムトゲマインでヘイムゼンに属す。 ハスベルゲンは1096年に初めて文献に記録されている。出土品や地名から、この集落はおそらく中世のかなり早い時期に成立したことがわかっている。古い時代には、法野博に帰属しており、このため以前は、グラーフ・シャフト法ヤ軍に属していた。1932年に、地域改革により、ニーインブルク・ベーザー軍に編入された。 ハスベルゲンから北に生活道路が集落を通り抜け、さらに東に向かって伸びていた。この古い街道の一部は、民伝子教区とブレーメン子教区との境界を成していた。1962年にマリア教会が建設された後、それまでの礼拝堂は放棄され、その後は時代とともに荒廃した。1986年には礼拝堂。 教会の管理者は礼拝堂の取り壊しを申請した。取り壊しが差し迫ると、これによる取り返しのつかない喪失に対する危機感から、1988年4月に礼拝堂保存の利益共同体として、ハスベルゲン共同協会 EV が設立された。1990年に古い礼拝堂は、文化多目的スペースとして開放された。 ハスベルゲンの町議会は11議席からなる。名誉職の町長は2006年からブルクハルト首名で家が務めている。基部は身部の緑の山と銀の並体。その上は赤字と金字に左右に分割。向かって左は向かって左向きの銀の馬の頭部。向かって右は黒い首郎。ハスベルゲンの旧教会では郷土教会が 朗読会や、歌、キャバレー、映画の夕べなどを開催している。また、サッカークラブの SC ハスベルゲン、卓球の TTC ハスベルゲン、テニスの TSV ハスベルゲン、ケーゲルの KSC ハスベルゲン、スケートクラブハスベルゲン、射撃クラブ、体操の MTV ハスベルゲンと、様々な種目のスポーツクラブがある。この街は、連邦道 B215 号線に直接面している。この道路は集落を2分している。この町は、この連邦道沿いにニリンブルク、ベーザーから北に約 10km、フェルデンから南に約 25km に位置する。ありがとうございます。